青山駅は岩手県盛岡市青山2丁目にある IGR 岩手銀河鉄道岩手銀河鉄道線の駅である。高間駅から乗り入れる東日本旅客鉄道花輪線の列車も利用可能である。本校では東北本線時代に現在の青山駅と同一に所在した青山信号場についても述べる。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。 森岡駅管理の社員配置駅。青山北口、青山南口、上道口、全9年口の4カ所の出入り口があり、青山北口と青山南口が下りホームに、上道口と全9年口が上りホームに接続している。エレベーターは設置されていないが、それぞれのホームに接続する出入り口までのスロープが設置されている。青山北口には、 駅事務室及び出発窓口が設置されており、6時45分から19時30分の間、森岡駅から職員が配置される。出発窓口では端末による乗車券を発売。このほか、自動券売機が1台設置されている。青山南口には駅事務室があり、8時半から20時までの間、森岡駅の駅員が配置される。 ただし、改札業務のみ行うため、乗車券は、改札隣に設置された、自動券売機1台で購入することとなる。上道口、全9年口には、窓口は設置されていないが、自動券売機1台が設置されている。朝夕の時間帯には、駅係員が配置されている。IGR 岩手銀河鉄道によると、2019年度の1日平均乗降人員は、 3375人である。近年の推移は以下の通りである。最寄りのバス停留所は青山駅である。以下の路線が岩手県交通、岩手県北バスにより運行されている。その他にも徒歩資金にある停留所として、県営体育館前、栗屋川中学校前、上道バス停が利用できる。現在の青山駅と同位置にあった。解説当時は、 交換型信号場であったが、1964年に森岡青山信号場が伏線化されてからは、伏線四重橋型の配線となった。ありがとうございます。